優勝するのはこの俺だ。LIKE ハードも LIKE と申しますね。今回はねプロスピコロシアム、まあ、今回のイベントなんですけども、これのね必勝法というか攻略をね紹介できればと思います。今回はコーダ王ですね。まあ、コーダ王の最大のね特徴、センターヒットなんですよ。このセンターヒットを制するかどうかでかなり変わってくるんですね。まあ、やっぱりね引っ張りだと早く打っちゃいいし、まあ、流しだとちょっと遅めに打っちゃいいんですけど、センターヒットってなかなか狙えないんですよね。まあ、そこバチッとね決めていけばね確実にいい順位、まあ、1位とかね取りやすいんでね、そこのね攻略をね教えたいと思います。今回使っていくのはもう練習試合っていうね神機能を使っていきたいと思います。まあもちろんねオーダーはリーグオーダー同士がいいかなと思いますね。まあ相手は正直誰でもいいんですが、フルプレイですね。出番タイプをフルプレイにしてもうひたすら練習できる状況を作りましょう。はい、じゃあやっていくんですが、ズバリセンター前ヒットを打つためにやること、これです。これです。ミート打ちなんですよね。まあミート打ちなんでやるといいんですかってなるんですけども、ズバリセンター方向に飛びやすいです。インコースとかアウトコースって、まあ、強振だと引っ張ったり流したりちょっとね打ち方がいるんですけども、まあ、これねミート自体しとけばタイミングさえば絶対センター前になりやすいのと、プラス、まあ、あれですね、センター方向に飛びやすいんですよ。なぜかこれはちょっとわからないですね。まあって言ってもね確実にセンターに飛ぶわけじゃないんで、まあ、そこを一回練習試合でタイミングをある程度掴んでから、まあ、実際に始めていくっていうのがねおすすめのやり方ですかね。まあインコースをねセンター前に打てるので本当かよって思うかもしれないんですけど、割と普通にクリーンヒットになるんですよね。これちょっとねなんでかわかんないですね。ちょっとねインコース来たらぜひねセンター前ヒット狙っていこうかなと思います。これ結構マジ見てもらうのが一番なんですよね。あ、来た。おー、こういう感じ、こういう感じ。マジでこういう感じで、インコースセンター前打ったら、強振だとなんかヘボ落として、クッみたいになるんですけど、なんかミート打ちだと普通にヒットになるんですよね。あと、まあ意識することは、できるだけね、簡単な球種をね、打つことですね。やっぱり芯をずらしてアウトっていうのはすごくもったいないんで、まあそういうことをね、防ぐためにも、まあ一番打ちやすい球種、まあできれば上方向だったりだとか、まあさっきのサークルチェンジみたいに遅くて小さい変化球とか、そういったものを狙っていくのは重要かなと思います。まあ試しにね強振もやってみましょう。強振だとねほんとセンターに打つのは結構むずいんですよね。あ、めっちゃ完璧だった。はい、というわけでコロシアムの必勝法でやってきたんですけども、これ勝てるとめちゃくちゃ報酬美味しいんで、もう1位みんなで狙っていきましょう。それじゃグッバイ。